八つの完全5度と一つの純正長3度を合わせた、モノと5オクターブの差としてのスキスマ。C 以上のスキスマ再生。楽譜で下側に示されている音は、音高が高い点に注意せよ。音楽において、スキスマは、ピタゴラスコンマとシントニックコンマの差の音程であり、32,805、32,768に等しく、約1.9537セントである。 これは、以下のようにも定義できる。シスマは、分裂を意味するギリシア語の単語、シグマカイシグマミューアルファーのラテン語表記であり、音楽用語としては6世紀の初めに、ボエティウスの音楽公用を第3巻で導入された。ボエティウスはディアスキスマも初めて定義した。アンドレアス・ベルクマイスターは、ピタゴラスコンマの十二乗値、あるいは、純正五度と平均率五度の差に等しいものとして、 グラッドを定義した。この値1.955セントは886、885の比によって禁じできる。この音程もスキスマと呼ばれることがある。グラッドとスキスマの差が非常に小さいため、有利数比による平均率の禁じが5度1グラッドではなく1スキスマ、低くすることによって実現できる。この事実はバッハの弟子のヨハン・キルンベルガーによって、 初めて記された。12のキルンベルガーの5度は7オクターブよりも大きい。そのわずかな差がキルンベルガーのアトムである。スキスマを調整することでスキスマ音率が得られる。デカルトの用法ではスキスマに完全4度を加えると27時20分。完全5度からスキスマを引くと40、27、超6度にスキスマを加えると27時16分。この定義による スキスマは、シントニックコンマのことである。ありがとうございます。